ショットだよみたいなやつをたくさん作ってました。だからインスタとツイッター両方で作ってました、うん、なんか公開するの一気になりそうだけど、まあ楽しみに楽しみに。そういつ頃解禁になるかな。でもどれもね近々かな。だって一つはフラッシュさんの、されてからかな。それか発売されてるよっていう告知かな。なんかそう、楽しみに、うん、あともう一つ、あで今日のだからあと2つあるんですよね。そうもう一つの方も皆さん楽しなんか喜んでくれそう、楽しみにしてて。アーサーとホワイトデーの17ライブさん決まりました。イエーイ。17ライブさん決まった。あれね、バレンタインデーの時すごく出たかったんです。だから今回出れてすごく嬉しいです。うん、あとマジムリ公演の当落出たらしいですね。そう、私2日しか出ないから、そうそうそう、あでもライブ自体は234とあるのかな。そう周年公演的な感じで234とあるんですけど、27日初日の2部目が私ゲストあとおめでとうございます。なんだっけ、座れる的な、友達も一緒に入れるよう的な件もある。その件が当たってたら、はい、ぜひ誘ってあげてください。入れる券取れちゃった方は、はい、あでもそうですね、まだ一般もあるから頑張って頑張って、あ、ミューパーカーぜひ来てきてください。あとなんだっけ、もうあれ告知されてたかな。わお、ピポーン。なんだっけ、どこ、あった。ちょっと待ってね。どこだ、あった。そう、ね、ミューディーにできれば、でも逆にそのもらった時にそうなってくれたらもっといいけどね。名前はちょっと無理かな。だってもう取り中だからさ取り中だから、楽しみに。今日も取ったよ。だからうん、これあざと賢いの、うざ。後ろのハート昨日あった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 よ。
ね、まじむり学園そう でもまだ決まってないからな、正確に。でもなんかそう、大体ゲスト出演の人はこうするんだよっていうのを今日マネージャーさんに会ったんで聞いたんで、そう早く言える時願ってる。今日価格が違う？嘘。いつもと。鬼やんま。だからすごいただただ楽しみ。美味しいところ取りかなって思ってる。まあ楽しみにですね。なんか正確に決まってからまた教えてもらえるのかなとも思うから。まあ幸せりか。そうなんだよ、今月ね。そう 今月誕生日がめちゃめちゃ、なんかよく、なんだろうな、プライベートでも会うメンバーの誕生日が今月めちゃめちゃ重なってて、悩むタンプレとかなんか 悩むなあ。そうなんですよ。誕生日が、だって嬉しい。そう、ユーナとランリーはね、もう同じ日だし。そう、なんかめちゃめちゃ重なってるというか。釣れそうだなとか思ってる。追われて、なんか、あ、なんかあの子お見送りしなきゃって感じでバタバタして、そう、まあ忘れね、じ緩い感じで二十歳迎えそうだなとかね思っちゃいます。2周年コンサートかな、沖縄でやったコンサートの時もレッスンしてて、そうダンスをそろそう、その時もいつの間にか誕生日、そう今年もそうなるのかなとか、そうイベント中だから、そうみんなに会えるのはすごく嬉しい。そうね、 SNS 見とくわ、だから。そうね、そうね、当日に誕生日イベントやるね、確かに。あー、そうそうそう、そうあるからね。そう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 、イエーイ。そうですね、二十歳になる、まあほどほどに気をつけながら。
そう、兄さん用はね、そう、エイトで忙しいんですよね。そう、稽古もやりたいなとか思いながら、まあでもどうにかできるんじゃない。右側一応まとめてるんですよ。なんだからそれ見てる。舞台の、そう、明日からスタート。からなんですけどね。そう。に 起きれるか不安。なんか起き。めちゃめちゃ不安。舞台の稽古とか始まったらショールームできないんじゃないって。からできないなとか思ってる。大期間中なんか12時とかからだねと。でも基本22時からできると思うんですけど、なるか12時からもうやっちゃうかです。舞台稽古中23時、外伝 何やろ、番外編みたいな感じで、そのナルトたちの、ヒナタとナルトが結婚するんですけど、そこまでのがまたありまして、でそれ含めたら720話あるんですよ。外伝か、外伝、そうで720話まで。続けて見てた。いやー、めちゃめちゃやっぱな、なんか世界で人気のあるアニメって、そうだから「ワンピース」とかも見始めたらもう止まんないんだろうなとか思っちゃう。だから最近すごいナルトロス ロスなんですよ。そう、なんか3日までなんか そういう生活を送ってたから、今日も帰ってきてと思って、なんだか寂しくなった。いやー、面白い。結局ってると思います。いや、1週間以上かかってると思う。だってなんだ、11日とか10日頃から見始めてるから めっちゃかかってる。1ヶ月。そう、1ヶ、1ヶ、ほぼ1ヶ月で見終わった。
そうでもう毎週ダーストーンとかをほったらかしにして見てた。その今期放送されてる3、4話くらい。でもなんかね、なんだろうね、個人的にはすごい幸せな生活してだからもうそろそろ現実ないとダメ。ダメ。多分今後もそうだと思う。その好きなキャラの他の銀さんの役を見つけると、この人それ多いかも。なんかすごいもん、表情とかあまり変えずに声だけでその芝居してるじゃないですか。すごい、なんか息遣いとか、その本当に泣いてすごいなーって思う最近すごく。でも声優さん好きになって、この人あの人かもって思って調べても、意外と違ったりするんで、私まだまだだな、その道は。そう、ナルトの日向、そう、それ結構有名じゃ、鈴木奈々さんだってこと。のがいろいろ出てくるから、それで見てびっくりした、まず。で、声聞いたら、あーってなるし。びっくりした。なんか意外、真逆じゃない？だって水木奈々さんと日向。面白いなーって。そう、なんかすごいと、急になんかね、面白い、こういい映画で、短編映画でやってたりょうさん、そう、りょうさんのね、声の出し方とかも、なんか今思ったら声優さんというか、なんか声でまだけど、そう、すごい迫力があるんです。私の声がジブリ作品向きですか？やった。やった。ものに対してはね、なんか語れるね。声優さんにはまりだしました。でもドラマも見てますよ。なんかね、作品が好きなのかも。なんかあとドラマ作品好きですね。ね、間違いないよね。竹内涼真さんのドラマ見て、舞台も好きって。
里見奈に会ったら声優の話、全然私なんかメンバーともできないんだよね、こういう話。そう、なんかここまでできない。そう、好きでもあんまりそのここでは話せたりするけど、そうメンバーとねこういう話できないんだよね。なんか抵抗してるわけじゃないんだけど、こういう話する機会がない。最近よりかもしれないけど、なんかお仕事で会ってたらなんかお仕事の話とかでもうなんか終わっちゃうから時間が。そうだからね、あとメンバーに会う機会もないし、あとこういう話題ってやっぱ知ってる方とじゃないとできない話題だから、ここはだからめちゃめちゃ独り言言ってるし、そうめちゃめちゃ私はこうだよっていうのなんか発信してるだけみたいな。でコメントをもらって、あ、知ってる方いるんやとかなんか確認できる感じ。あ、そう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  そうそうそう、なるちゃんがね、そうじゃん、なるちゃんそうじゃん、ハマってるんでしょ今。なんかインスタのね、ストーリーで見た。話せそう。でもね、舞台がね、かぶってないんだよね。話せたらいいな。あ、そう、りんちゃん、でもね、メンバーとね、そう。なかなかね、会う機会がないのです。ないのですよ。ゆいゆいだってアニメ知ってるのかな？いや、急に千鳥したら、いや、あと千鳥もできないし 引かれる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 。ねえ。いや、でも、なんか熱中できるものがあるって幸せって思う。なんか何もない時ってなんか何していいのか分かんないからさ、なんかとりあえず YouTube 流してるみたいな感じになるじゃん。そうっていうよりかは全然好きなものがあって暇な時はそれ見てっていう生活してる方が幸せ。小さな幸せ、大きな幸せ。あ、なんかびっくりした。あ、そういえば今日ドボンしたんだよ そう、ドボンした今日。そしたら200位ぐらいまで追い上げてたのに、もうなんか800位ぐらいに下がっててびっくりした あー、もう一回また頑張ろう。合わんかったよって。今日は何時頃やったかな、16時頃やった。あっという間に下がるくない？ああ、今イベント中だから。私でもドボンイベント参加してないのでねえ、頑張ろう 一応200位台にも戻ろうと思います。え、めちゃめちゃ多分ゲリラドボンやってる。なんかお風呂入る前にやろうとか、
なんかそんな感じ。お風呂沸く間ドボンするとか、電車移動中なんか寝そうやばい、なんか手動かさないとドボンするかとか、めちゃめちゃ突然やってます。エリーと京香ちゃん、その場合なんかさ、その場合ってさ、応援する場合ってさ、そのメンバーを一押しにすればいいの？最長ね、最長5時間6時間やったことある。そう、なんかその時は10、そういや、その時めちゃめちゃずっとやってた。でびっくりした、もうこんな時間だと思って。何もない日だったからよかったんですけど。ああ、カードデッキに入れるだけでいいんや。私今回ね、なんか今回私今誰も応援し 今回私誰も、なんだろう、誰にもなってる だから今一応もう、するべきかなとか思う、どうしようって感じ どうしようって感じです。チームとか、なんかその仲いいメンバーとか知ってるメンバーたくさん立候補してるから、について誰かにつかないってなるのもなと思って、結果自分でやってます。楽しんでますドボンを、はい、個人的に。だから応援してる 外野から応援してる。スキップそこ気になる スキップ何回出したか気になる？ちなみにね、私ずっと言いたかったんですけど、ドボンね、かなとか思って。今誰だ？ああ、かわいい。そう、ドボンのね、アプリのやつね、私今ね、あれにしてるんですよ。でもメンバー顔変わってる。ユイユイだったじゃん。で、なんか何回か変わってるよね。大竹ちゃんだ。どうしよう、変えようかな。でも今私のアプリの、アイコン？アイコンね、変えれるんですけど、アイコンサビトにしてんだ そう、アイコンサビトにしてんの。可愛くない？見せれないけど、なんかイラストこれ可愛いの描いてくださってる方いるんですけど、そのね、肩のやつをアイコンにしてるの、加工して。めちゃめちゃ可愛いんだ。そう、鬼滅の刃のサビトにしてんの、ドボンのアイコン はい、じゃあちょっと開くね。スキップで上位に行ってもあまり意味がない気が。どういうこと、スキップ？あれ、スキップね、これかの戦績、スキップ数、スキップ数が308回です。
キップってどういうこと？スキップス、そういうイベントやってるんだ。スキップスはそうですね。やばい、もうあれ、あの時間、あの時間。え？308回だからもうちょっと頑張れば、私じゃあランキング入れるじゃん。私ランキングもうちょっと頑張ればランキング入れるよ。入れるじゃん。あれ？え？スキップ数さ多いけどさ入ってないよ。300あるのにスキップ数。え？ え？え？ 7000？ え？ 1、2、3、4、5、1、2、1、10、100、1000、万、10万、70、え？ あー、もう、どういうこと？ 期間中の？期間中の？じゃあ、わかんない。わかんないよ。ああ、状況理解するまでめちゃめちゃ時間かかったじゃん。はい、では。うん、ハリピョン1位だった。あとメンバーが結構上位にいたね。トータルじゃないんかい。今月だけね。そうか。よし、歌おう。はい。何歌おう今日。あ、スキップ？え、もうあれだ、 A メロと B メロ絶対わかんない。うん、そう、好き好きスキップなんだけどさ、絶対サビしか歌えないんだよね。ああ、好き好き、歌えるかな、歌えるところまで。
上げ状態です手上げ状態です。ありがとうございました。いや本当拍手しかしてない。私したことといったらこれぐらい。なんかサビ歌えるかなとか思ってたけど、サビさえも歌えなかった。はい、じゃあランキング発表いきます。13位から13位からいきます。ホアンさん13位おめでとうございます。ありがとう。そして12位がホイホイアットマーク、この1時間に全てが癒されます、よかったです。あ、順位変わっちゃった。6位ですね。6位おめでとうございます。ありがとう。じゃあもう一回13位の方読んだから12位からいきますね。12位がピッシーハート対ラータリサワドカノングミュ、ノングどういう意味。はい、ピシアさん12位おめでとうございます。コプンカー、ありがとう。そして次11位がピール、はい、11位おめでとうございます。ラータリサワドカコプンカー、ありがとう。じゃあ次10位、チャンラックン、チャンラックン、なんっけ好きだよみたいな意味、チャンラックン、ありがとう。コプンカー、 10位おめでとうございます。ありがとう、チャンラックンか。じゃあ次マジ無理、2月2日しか当たらなかったピエンマジ無理舞台のことなのか、なんか内心の気持ちが出ちゃった。そうね、変換それどっちだろう、内心の言葉かしら。はい、マジ無理だね。うん9位おめでとうございます。ありがとう。でも当たって嬉しいよ。そう、全部外れちゃう方もいるからね。で楽しみにしてるよ、会うこと。みんなもね、当たってる方も外れてる方も、そう、一つでも当たってる方、次8位ですね。8位がケンシンアットマーク、そして7位がココンにチルイチュカエを、ありがとう。そして6位がホイホイアットマーク、この1時間に全てが癒され、あ、さっき読んだね。マーベルはドラマ版も展開、ワンはい、とそしてサヒル&フェイクニュースで来月です幸せじゃないですか、楽しもうね良いおめでとうございます。ぜひ千人モードまで行ってください。さあおめでとうございます。はい、そして2位が星侍アットマークフェイクニュースもマジ無理の舞台も行くよって、よかった、当たってよかったです。待ってます。2位おめでとう、皆さん待ってるよみんな待ってるよ本当に。そして1位がカラニピースアットマーク、堀川さんにお会いできたのでみゆちゃん神、それな神ね、あんなすごい方と共演できるなんて神、1位おめでとうございます。ありがとう。じゃあ10位から読んでいきます。ジアリングさん最高のフィナーレ推し、ウィンパディさん、クックさん、マイさん、ナオさん、ヌイコッパ、クラウドキューティーさん、ナンナン48さん、ミューガチゴヤ氏、プレシ、パルエイト氏、アマドさん、アスランヒデちゃん、和田さん、いつもさん、ヘギョンに、カカアイナさん、ウミウミさん、ヒヨパンさん、ジョーさん、ザゼロさん、フグシ、サノシ、ゴールド88、サスミユシ、ジョークスノーさん、タッキー、マジムリ、舞台2日のお昼しか当たらなかったさん、 XD さん、グリフォンさん、焼きとうもろこしさん、松ぼっくりさん、ピーコイコイさん、ヤマちゃん、ヒロさん、コッコさん、トットシ、ビッグママさん、ミキトさん、フィンドフォービーさん、加藤 BB さん、
栃木、4月3日のまじむり当選したよりょうたさん、ゆうとしさん、ちひろさん、まつ間違えた、ふくまろさん、パランちゃん氏、ラブリーさん、シルバーさん、さかなさん、ミー48ミューさん、パラングスさん、 AK さん、キチャンマン、玉竜さん、ポングポングさん、コウさん、シャルルさん、フロストさん、タカフミさん、シマヤンさん、スコッチさん、指揮者のキユーさん、サカちゃん、中堅八甲さん、ねちゃん対かわいいみゆちゃんさん、ひでじろさん、かわく先生、とっとし、ありくん、としさん、とっきんさん、トマトさん、さかつねがめさん、こちょうしのぶ、好きになっちゃっていい、好きになっちゃってもいいですかさん、もしも鳥だったらさん、ようくまさん、ぐんちゃん、行政8月27日18時、まじめに当選したよさん、たっくん、ウクレンパサランさん、しんちゃん、ムアディーシ、アルバリオワングさん、エゴイスト氏、はい、皆さん本当にありがとうございました。ありがとう。じゃあスクショタイムいきますね。いきます。はい、チーズ。うん、ありがとうございます。じゃあ3ポーズだね。どうしようかな、どうしようかな、スキップってなんだろうね、無理だよね、座ってちゃ。あ、ナルト一ポーズ目。スキップ感一ポーズ目、二ポーズ目だ、二ポーズ目。次3ポーズ目ね。3ポーズ目がなんだろう。どうしよう、本当に浮かばんな。今日会話薄かったよね。まあいつも薄いんだけど、何も話題になるものがなかった。なんだ今日ない。今日ない、レパートリーがもう。3ポーズ目。はい、以上、ありがとうございました。じゃあ明日の配信時間いますね。明日の配信時間は22時からにしたいと思います。はい、今日と同じ、待ってます。そしてネイルン、パンよりしぶとパンソアよコッパジュセヨチャルプタタレムニーダー。そしてトゥモローショールームアットテンピー M ウォッチプリーズ、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ今日はこれにて終わりたいと思います。じゃあおやすみなさい。チャイジャイオーグッナイ、ラータイサワドカー、おやすみなさい。